それで、憲法改正の問題もそうなんですけれども、うん、私は今従軍慰安婦の問題がですね、うんうん、この韓国との間で非常に、大きな外交問題になってきておりますけれども、まあ、この問題は本当は例の河野談話を含め、はい、村山談話、河野談話、うん、まあ、この辺の話が、一つ、大きな、まあ、足を縛る形になっているんですけれども、はい、これ従軍慰安婦問題は先生はどういうふうにお考えですか？これはその日本維新の会のですね、その議員であるですね山田博さんが、予算委員会で、うん、あの当時の官房副長官だった石原信夫さんを呼んでね、質問をしたら、全く出来レースだったということが分かったんですね、うん、日本だけじゃなくて韓国の意見も入れて、それでまあ従軍慰安婦と言ってますけれども、私は戦時賠償婦だと思ってるんですね、うん、でこれの16人かなんかの聞き取りをしたら、もうその人たちの、まあ来歴も定かじゃないし、うんうん、またその当時従軍慰安婦の慰安所がないところに行ってたっていうような人たちの証言もあって、うんうん、あ、めちゃくちゃだったんだよね、ですからあの質問でいかに河野談話というのは根拠のないことで、でっち上げられたかということが分かったわけですよ、で、日本の、いわゆるあらゆる文書を調べてみたら、政府の文書を調べてみたら、そういうその政府が強制したこともなかった、まあこういうことですね、だからまあ非常にいい、糸口をつけてくれたと思ったんだけれども、最近どういうことか菅官房長官なんかはですね、安倍総理までもう歴史認識のことはこれからうんぬんしませんなんて言い出して交代しちゃってるんですね、だからせっかくあそこまで明るみに出た問題ってものをもっとやって、日本の過去やったことの正しい姿というものをね、日本国民だけじゃなくて世界中に私は発信していかなきゃいかんと、そう思ってますね、うんうん、私も河野談話が出た時、結局背景にありましたのは、朝日新聞とかですね、マスコミがまず、従軍慰安婦問題を嗅ぎ立てて、うん、それから当時の、まあ、民主党ですよね、うん、彼らが、韓国でですね、その慰安婦だという人の話を聞いたり、はい、それからまあ、これ私国会でもやりましたけど、当時岡崎富子さんですかね、韓国に行ってですね、まあ、その元慰安婦の方々と一緒に反日のデモに参加したり、まあ、発信源探していきますと、あれはだって日の丸の旗を燃やす集会に出てたんでしょ。そうですそうです、とんでもない人だ。そうです。で、まあ、今回政界からいなくなってよかったなと思ってるんですけどもいや、それで元をね、実は調べていくと、もともとは確か吉田誠二という人が、そうです、自分で自分の最終党でやったって言って、嘘の小説書いたんですよ、ですよね、うん、それでその小説があったもんで、韓国の最終党の新聞社が、うん、そんなとんでもないことは日本軍がやっていたのかというので、うん、調べまくって、当時のその方々を取材していったら、誰もそういう人たちは知らないということになったんですよね。でそれがエスカレートして、韓国ではね、その20万人が、うん、そのセックススレーブになったんだ、うん、こういうことなんですね、うん、セックススレーブなんていうのは性の奴隷ですからね。だとそれじゃあ当時の韓国の社会で20万人の若い女性がね、奴隷で駆り立てられたら、あんたたち一体何してたの、何の反動もないわけですよ。だけどもそういう形でエスカレートして、そしてそのアメリカなんかにはですね、そういう日まで立てて、そしてその現地にいる日本人の子弟が本当に苦しい思いしてるんですね、だからこういうのはね、改めていかなければいけない。それで何人かの人が向こうに行ってですね、いろいろ運動してるけれども、やっぱりその向こうのその韓国の人たちなんかがその向こうの司会を乗っ取ってしまってね、うん、議長は出すわ、議員もたくさんいる、
そういう形でその議会をどんどん後押ししちゃうんですね。で、そういうものには潤沢にお金を使ってるんですね。ですね、うん、かなり予備活動をやってるんですよね。そうなんです、ですからそこはちゃんとやっぱり我々ですね、もともと歴史的事実としてどうだったのかということはやっていかなきゃならないと思うんですね。そうですね。でただまあその片っぽで、まあ、先生おっしゃいましたけども、まあ、いわゆる戦時買収といいましょうかね、まあ、そういうことはあったな事実なんですよね。ただ言われているようにその人狩りをしてですねやっていって制度令にしたっていうのは全然次元の違う話でして、それからまあそのいろいろ調べてみるとね、そうやってまあ本当に、ある意味じゃ悲しい思いをした人たちだったし悲しい思いをした人たちだったと思いますけれども、非常に自由が認められて、でお金なんかもどんどん貯金できたんですね、だから日本が負けて郵便貯金が現金化できなくなった時に、その戦時賠償婦の一人が日本政府に請求したんです、確か2万8000円だったと、それだけ貯金してた、で当時、家が1軒できるのに1000円でできた時でしょ、その時に2万8000円も貯金してたっていうのはいかに優遇されてたかっていうことなんでね。でそういうことは朝日新聞なんか一切取り上げないんですよ。そうですね、だからまあ悲しい思い出だったのは事実なんでしょうけれども、まあ何て言いましょうかね、ああいう形での国家の関与でやってきたのはないし、そこはやっぱりけじめをつけてやらないと、この前 の、石原官房副長官、元副部長官のそういう話でも、まあ、かなりその事実についてはですね、かなり問題点があった。ただ今そうは言いながら、まあ我々与党の立場からすると結局は、まあ、韓国問題、この北朝鮮との問題もありますからね、はい、それからまた中国が、一緒になって韓国を反日で取り込んでというような形もありますから、まあ、あまりここで刺激しても仕方ないので、まあ、しばらくちょっとそこは矛先を緩めてというような形になったのかもしれませんね。本当にね、ある意味フェアでね、そしてその俺らは過去こういうことをしたよっていうようなことをあんまり言わないんですね。じゃあ例えば今そのソウルにあるねその大学は大阪大学より先にね作ったわけですよ、そうですね、帝国大学として。それは台北の大学もそうですよ ね、それからまあ例えばその当時の向こうの王家の李鴎銀殿下をね、日本の殿下にして、足元の宮様のお嬢さんの雅子さんを妃殿下にした、これはじゃあ英国は植民地支配、まあ、韓国は併合ですけれどもね、そういったインドのマハラジャにを英国の貴族にして、そして英国の王様の娘をね妃殿下にしたなんて、そんなことしてないですよ。そうですね、でも日本はそこまでね教育体制も整える、あるいはインフラもどんどん整える、そういうことをやってるわけで、私は台湾の人たちの日本に対する感情の方が正しいと思うんですよ、彼らはものすごく評価してるわけですよ。そうですね、それは先生おっしゃる通りだと思うんですね。ただ私逆説でですね、実は同じことで言うと日本も敗戦の時にですね、まあ、結構アメリカがこの寛容な占領政策をやってきたと、で、まあ、見ようによればそのおかげでですね日本は経済発展したと、でだからまあアメリカには感謝、すべきだと、こういう意見もありますよね。で同じように韓国に対して日本は、いや日本韓国の今の経済発展のもとは日本がですね併合してる間に、まあ、学力もそれから産業基盤も作ってきたんだと、だからそこまで日本のこと悪く言わなくていいじゃないかと、こういう思いは多分日本あるんですけれども、しかし考えてみるとまあ
それは逆に日本人がですね、ある種の負け犬根性と言いましょうかねで韓国の人にすると誇り高くてですね、まあ、自分たちも歴史のある国で、まあ、結果的に日本の世話で大きくなったかもしれないけれども、それを自分たちの誇り高き民族感からするとそのまま認められないという気持ちもあるのかなと。そうです。ただその日本の場合にはあれもしてやったこれもしてやったということは一切言ってないんですよね。そうですね、ええ、うん、だからそこはあの台湾の人たちにも我々は言わないけど、彼らはそれを、まあ、悟ってね、うん、感謝してくれている、うん、まあ、そういう違いは私はね、まあ、確かにそうですね、あると思うかな、はい、うん。